まあ、久保さん、どっち側で言うかですね。どっち側で物を言うかっていう <laughs>。ただそれだけだと思いますよ。うん。でも、じゃあ、どっちか。じゃあ、その、じゃあ、今ね、例えばネットの稼ぎ方、まあ、久保さんが言う、その、ワインモバイルですか。ワインモバイルに行って契約すれば2万円ありますよ、と。2万円稼げますよ。誰でも行けるでしょう。だけど、住所がない人からするとどうかって話ですよね。ホームレスで住所がありません、と。 じゃあその人からすると、住所なしで契約が可能なのか、保証人も何もない、ホームレス、住所不定て無職で契約できるのか、そ,そ,の,人その人から見ると、いや、俺住所ねえし、みたいな <laughs> うん。だから、どこの状態によって、そのものの見方は変わりますんで、全部。どんなに簡単なことでも、うん、例えば、うん、いや、足がねえよと。いや、生まれた瞬間から俺、病院のベッドだよ、みたいなね。 足がないから、その、ワイモバイルいけねえよっていう人もいるだろうし、うんだからう考えたらキリがないですね。<laughs> すいません。考え、だからいろんなところで考えたらもう100通りの考え方、捉え方があるので、もう無限像ですね。だからこの無限にあるものをまとめ、ひと、一言でまとめきるのは無理です。だって、その人によって違うわけじゃないですか。<laughs> で、僕が、あの、こう言ってるのは、単純で、あのー、 なんですかね、ここでお店やってるよと。僕はこういう考え方だよ。僕はこういうふうにビジネスやれって言ってるよっていうのを言い続けるんですよ。で、それがあ自分には無理だなと思う人は見なくなるだろうし、自分には無理だなっていう人は買わないだろうしっていう話なんですよ。だから自分はラーメン屋さんをやってますと。ラーメン売ってるんです。じゃあラーメン嫌いな人、そのラーメン屋さん行きますかっていう話ですよね。うん。だからまあ、これからもどんどん僕の考え方ですよね。 えー、を発信してあ確かにそ,その考え方、協賛する、えー、なんすか、いいなと思ってくれる人にを集客して、その人に対して打っていけばいいかなと思ってますね。だからよりどん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 発,発信はね、ずっと続けていきますけども、うーん、なんすかね、うーん、まあ世の中不公平ですし、不公平じゃないですか。だって身長も違うじゃないですか。不公平じゃないですか。 身長も手の指の長さも目の視力だったりとかねまあ体の部位とかもねなんかいろいろ違うじゃないですか不公平ですよねでもその不公平だからこそいろんな顔の形があったりとかいろんな目の形があったりとか不公平だから生まれるんですよみんながクローン人間で同じ身長同じイケメンの顔同じ顔いい顔判別不可能ですね全員同じみたいなうんだからなんだ不平等だからこそそこに 何すかね、価値が生まれるっていうところもあるんじゃないかなと思いますね。まあ、まとめきれない内容をまとめるとするならば、世の中不平等です。うん、全部不平等。なんだけども、不平等があるからこそ、そこに違いが生まれる価値っていうのがそこに存在するんじゃないかなと思いますけどね。そう考えないとやっていけないっていう。うん、そう考えないとやっていけなくないですか、逆に言うと。<laughs> 生まれた瞬間から、裕福な家ね、お金に一切困らないっていう家もあるわけじゃないですか。 どうすかね生まれた瞬間からアラブの石油王の家に生まれた人ってお金に困りますそもそも。もうこの時点で、もう差がもう圧倒的な差ですよね。もうお小遣い毎月小学校の時から100万もらってる人もいるだろうし、世の中にはね。ね <laughs> もう不平等じゃないですか、そんなの <laughs> で。それを言い出したら本当きりないですから。 でもそういう、その不平等の中に生まれたっていうことを認識して、じゃあどうするっていうことを考えてやるしかなくないですかね。うん。平等が、平等が、何ですかね、正義なのかっていうと、僕は平等が正義だとは思わないですね。で、不平等も正義だと思わないです。だから答えないですよ。不平等も正義ないし、平等も正義はないと。 そうだからその中で生きていくために自分の正義を作っていくしかないんですよ。うん。はい、だいろんな人の正義があるし。うんそう。はいいってらっしゃい。